はい、皆さんこんにちは。ワンタンメンくまちゃんです。今日はですね、ちょっと、まあ、私が、9歳でね、日本に来たんですけども、日本に来てちょっと感じた日本ってすごいなと感動したことというかね、日本人が当たり前だと思ってやってることが、まあ、実は当たり前じゃないんだよっていうね、ふうに思ったことをちょっとね話していこうと思います。はい、まずね、一つ目なんですけども、ありがとうを言う。これね、結構中国からしたら、まあ、不思議というか、中国って実はありがとうを言う風習があんまないんですよ。その中国ではあんま仲良くない人への礼儀は礼儀なんだけど、親しい人への礼儀は拒絶って感覚があるんですよ。だから、まあ、別に感謝の気持ちがないとかそういうんじゃなくて、仲いい友達、親しい友達を助けるのは当たり前でしょって、わざわざ礼なんていらないよみたいな感じですね。そうだからね、中国人にこう何回もシェイシェとかアトゥブチュルブチって言ってたら、まあ、なんか逆にちょっと距離を感じるというか、水臭いって思われちゃいますね。まあ、なので中国ではそのありがとうっていうのは、まあ、あんま親しくない人への言葉みたいな感じ。でもね、やっぱ日本に慣れてくると感謝の気持ちを述べられるのって結構ね、すごい嬉しいんですよね。気持ちがいいっていうか、ありがとうって感じたらそれがすぐ口に出るってすごい素直なことだと思うんですよね。うん、その感謝の気持ちを感じたらすぐ表現するっていうのが、私はすごくいいと思う、素敵だと思う。ただね、これは文化の違いの話で、別にどっちが優れてるとかそういうわけじゃないんですけども、どっちに慣れてるかでね、ちょっと意見分かれるかもしれないんですけどね。であとね、2つ目は礼儀正しい。日本の店員さんとか特にそうじゃないですか。もう結構ね、日本に旅行に来る中国人はみんなその日本人の店員さんの接客の態度だったりとか、仕草とかね、あと笑顔とか見てびっくりするんですよ。こんな違うのかと、まあ、なんかそういう感じの記事も結構ネットでよく見かけます。日本に来てびっくりしましたみたいな。やっぱね、中国の店員さんって不愛想な人多いんですよ。みんなそこまで表情とかそういうのを気にしないっていうか、営業スマイルっていう概念も知らないのかな。まあでも別にね、中国の人たちはもうみんなそれに慣れてるから、まあ、なんかちょっとあの店員さんが態度悪いからってそこでなんかもう買い物しませんとか、クレーム出しますとかそういうのは全然なくて、でもね、やっぱり一度知ってしまうともう戻れないっていうか、日本の接客に慣れたらね、もう中国に帰るとやっぱりちょっと私は正直なんか、あ、中国だなって、みんな不愛想だなってなります。まあ、それもね、ちょっと中国らしくていいかもしれないけど。で、3つ目はね、アルバイトしてる人が多い。もう特にね、高校生のうちからアルバイトしてる人がいるっていうのに、まあ、まずびっくりなんですよね。中国ではその高校生はもう絶対に勉強を頑張らなきゃいけない時期だから、もうバイトなんて絶対っていうか、まあ多分してる人は本当に少なくて、逆に例えば家が貧しくて学校に行けませんとか、農村部の子供とか、なんか出稼ぎの子とか、なんか何かしらちょっと経済的な状況で学校に通えない子みたいな子がこうなんか働いているみたいなイメージなんですよ。アルバイト、ダーゴンっていうのは。だから、まあ中国ではそのバイトっていう概念が日本とそもそも若干違ってて、なんかこう非正社員だったり、その肉体系の仕事とか日雇いの仕事とか、なんかそういうのをね、ダーゴン、まあ、バイトって言うんですけども、中国では多分一度もバイトせずに、もう普通に大学かその大学院とか卒業して、もうそのまんま会社入って、でそのままね、会社員としてやっていく人たちが多いんじゃないかなって思います。でも日本はもう高校生のうちからバイトしてるじゃないですか。でこれ本当にすごいと思って、だって中国の子供たちはその成人しても20歳になってもですよ、家買う時とか車買う時とか、むしろその親がお金出したりするんですよ。けど日本の子はもう高校生のうちから自分でお金稼いでるんでしょ。それすごくない？それ結構尊敬するっていうか、なんか日本って自立してるなって感じですね。だってまだ未成年なのにお金稼いだりとか社会経験するのってやっぱすごいよ。なんだろう、多分その勉強に対してそこまで日本はね厳しくないというのと、あと親に頼るっていう気持ちがちょっと少ないのかな。私も高校生時代ちょっと自由に使えるお金が欲しくて、いろいろねバイトをしていたんですけども、いやー懐かしいな。ちょっと機会あったらね、もし要望あったらお話ししますけども、ほんとね、日本の高校生はさ、バイトもして部活もして勉強もして、でもな、恋愛とかもしてさ、本当に盛りだくさんだよね。それに比べて中国の高校生ってもう大学受験のために勉強する3年間みたいな感じだから、まあ、やっぱ中国の人たちはさ、みんなね、日本のドラマとかアニメとか見て日本の学園生活に憧れるんですよね。で、次なんですけど、学歴による偏見が少ないっていうのもね、なんか当たり前のようで当たり前じゃないなって思います。
中国ってすごいね、学歴社会なんですよ。どこの大学を出てるとか、その大学で何専攻してたとか、結構まあそれが仕事に関わってくるっていうか、なんかこう大学にそもそも行かないといい職業には絶対つけないみたいな風習というかね、そういう感じになってるんですよ。でも日本だとさ、別に大学出てなくても、そんな学歴はなくてもね、起業して成功したり、芸を磨いたり、なんか職人になったりとか、みんな何かしらの仕事はできてて、その学歴だけに頼らない、もう個人の力でちゃんと仕事をしてるから、その一人一人の能力がね、中国に比べて発揮されやすい気がするんですよ。そこはやっぱね、すごいと思う。だからさ、友達が大学出てなくても、別にそれで見下したりとかしないですよね。なんかそこまで学歴で人を判断しないところがいいなって思う。あとちょっと似てるのが、その職業とか業種による差別も少ないなって思います。まあ、なんだろう、どの職業でも稼げる道は用意されてるって感じがする。その、まあ、ちょっとね、私が詳しい業界で言うと、まあ、美容師さんとかネイリストさんとか、まあ、そういう方って結構見習いの時とかアシスタントの時は、まあ、お給料とか、あとその勤務時間がもうなんか割に合わないと、もうとにかく毎日大変で忙しいっていうのがね、結構お話聞くんですけど、でもそれでどんどん上手くなって自分の店を持てば、もうね、収入が全然変わってくるんですよ。もう入ってくる額はやっぱ店長っていうかオーナーとかそういう立場になると、雇われてる時とかアシスタントの時とは全然違うんですよ。だから自分の特技を突き詰めると稼げる環境があるっていうのは本当にすごいと思う。でも中国はやっぱり学歴重視なんで、その仕事の内容がそもそもなんかこうインテリ系じゃないと、周りにも親にも、まあ、特に親にね、あんまいい顔されないっていうか、もちろんね、自分の好きなことをやったらいいよっていう両親もいると思うんですけどもね、やっぱね、美容室の店長と大手企業の社員って言ったら、なんか後者の方が結構人気というか好かれそうだなって感じ。これはね、あの中国に住んでて、で今日本にいる友達が言ってたんですけど、やっぱ日本の方が、手に職が持てるっていうか、まあ、別にインテリ系の仕事じゃなくても特にそれでバカにされたりとかないし、ちゃんと稼げる道があるって言ってて、確かになって思った。あとはですね、大企業と比べてその中小企業への偏見も結構少ない気がする。中国だとね、大企業ってだけですごい褒められるし、親にとにかく自慢されるんですよ。もう本当に、特にね、定年退職した後の親はね、もうやっぱ息子娘がね、もうこんな大企業入ったよって、もう時間あるとすぐにね、近所のね、親戚に行ったりとか友達に行ったりとか、もう毎日毎日そういう話するんですよ。まあ、ちょっと私がその社会人あんま経験ないからわかんないんだけど、日本の親御さんもね、やっぱ自分の子供は大企業の子だったらそんな感じで自慢すんのかな。でもなんか自分の周りの反応を見てると、その友達が大企業に勤めてるって知っても、いやすごいねってなるけど、なんかそんな感じ、なんか別にそれで過剰に、え、すごいすごい、どうやって入ったのとか、なんか別にそこまで、あの特にすごい過剰に褒めるってわけでもないし、なんかちょっと特に媚びようとする人もあんまりいない気がする。結局はね、その人がどんなことをして何の価値を生み出してる人なのか、なんかそういうのが結構重要視されてる気がする。はい、で最後はね、医療制度の違いですね。私結構ね、去年と今年かな、まあいろいろちょっとね、病気病にかかることがあったんですけど、まあ、日本って本当にすごいなと思うのが、大体どこでも、もう同じようなレベルのその治療だったりサービスが受けれるんですよ。まあ、私は関東近辺でちょっといろんなとこにね、まあ、住んだりしたことはあったけど、その度になんか、あ、ここの医療ダメだなとか感じたことを一回もないっていうか、まあ、ここの歯医者さんはちょっとお掃除が荒くて痛いかなみたいなのはあるけどね。でも中国って日本と違って、いいお医者さんとかいい病院はもう全部大都市に集中してるんですよ。だから私も小さい時はちょっといろいろ病気があった時は、まあ、あの病院行く時ね、結構遠くまで行って、大変でしたね。確か私が住んでたのが四川の徳陽ってとこなんですけども、その病院が重慶にあって、車でまずこうチョルジャンっていうなんか新幹線の駅みたいなとこ行って、その時は新幹線なんてもちろんなくて、もう列車なんですけど、それでなんか重慶まで何時間か乗って、で着いたらそっからさらに、ちょっとその病院まで行ってっていう感じでしたね。だからすごい、もう行くだけでもだいぶ時間かかるし、高かったんだろうな、あの時の医療費。ちょっと子供なのでね、まあ、いくらかはわからないんですけども、まあ、私はおばあちゃんと一緒にね、ずっと暮らしてたんですけども、やっぱさ、そのおばあちゃんが生活をね、ちょっと切り詰めて、もう少しでも私の医療費に、医療費の当てにしようとしてくれてるのは、まあ、子供でもわかるから、あー、なんか今でも思い出すとちょっとなんかしんみりしますね。
もう本当医療は地域によって格差があるっていうか、農村部の人たちがやっぱりいい病院にかかりたかったら結構自己負担額がまあ大きくなっちゃうんですよね。あと診察料とか、日本だったらさ、まあ、大体風邪だったらこれぐらいかなとかなんかわかるけど、中国の病院ってなんか決まった費用ないんですよ。みんな独自に出してる気がする。例えば大学を出たてのお医者さんが見てくれるときは安いけど、もうベテラン先生になるとめっちゃ高いみたいな、まあ、そこちょっと中国の病院の特徴ですね。だからまあ病気したりとか万が一のことがあるときはやっぱり日本のこの医療制度っていうのは、まあ皆さんね当たり前に思ってるかもしれないけど、あ、当たり前じゃないんだなってちょっとね改めて思いますね。はい、という感じで、まあね、今日お話ししたいことは結構ね話せたんじゃないかなって思います。これからもね、こんな感じで中国に関することや、私がね、中国から日本に来て感じたこととかね、そういうのを話していけたらいいなと思いますので、この動画が少しでも楽しんでいただけた方は、ぜひ高評価、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。皆さんいつもね、応援ありがとうございます。それじゃあね、また次回の動画でお会いしましょう。おめんしゃつ大事園、バイバイ。